外国人が驚愕した、日本にしかいない生き物、を知っていますか？聞いてよマリサ。昨日空を飛んでたら珍しい鳥を見つけたのよ。カメラで撮ったんだけど見たことある？確かに色合いや特徴が珍しい感じで見たことのない鳥だな。もしかしたら最近幻想入りしたのかもな。珍しいといえば、日本には海外にはいない生き物が結構いるって知ってたか？そうなの？なんか聞いたことあるけど詳しくは知らないのよね。いい機会だし教えてもらおうかな。それじゃあ今回は、訪日外国人が驚愕した、日本にしかいない生き物を7体紹介するぜ。意外な生き物が日本にしかいないってわかるから、ぜひ最後まで見ていってね。というわけで、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは、トカゲだ。トカゲは世界中に分布している爬虫類の一種だ。様々な特徴を持つほか、実に6、7000もの種類がいると言われている。そんなにいるんだ。それだけいるにもかかわらず日本にしかいないのが数種類おり、その中でも有名なのが、ニホントカゲ、だ。ニホントカゲは本州、四国、九州などに広く分布しているトカゲだ。体長は約20センチ弱。幼体の頃は青と黒のストライプ模様の体と鮮やかな青色の尾を持ち、オスは成体になると褐色に、メスはそのまま成熟する。昆虫や蜘蛛を主食とし、日当たりのいい場所や湿った環境を好むから、石垣や山や森の中で見かけることが多いぞ。幼体の色合いが結構綺麗そうな感じね。成体になった後の色合いもなかなか綺麗ではあるな。そのため、トカゲの中でも人気が高い種と言われている。他には、カナヘビ、って種類のトカゲもいるんだ。見た目は少し違うけど、やっぱり日本の自然環境に適応したトカゲだな。また、黒岩トカゲもどきや沖縄木登りトカゲといったトカゲも有名だが、どちらも絶滅危惧種に指定されている。このように日本には様々なトカゲが固有種として確認されているぜ。思ったよりいるのね。ところで、ちょっと調べてみたんだけど日本のトカゲって結構小さいのが多いのね。それも日本のトカゲの特徴の一つだ。海外だとメートル単位まで成長する大型種が多く、コモドオオトカゲなんかが有名だな。コモドドラゴンを放てー。確かに一部界隈だとそっちの呼び名の方が有名だけど。でもなんで日本には小さいのしかいないんだろうね。これは日本には四季がある影響で、温暖気候のトカゲより大型化しにくいからと言われている。また、島国で生息域が限られていたり、海外ほど生存競争が激しくないので小型種も生き残りやすかったというのも要因として挙げられる。なるほど。だから小型が多いのね。ではここで、日本のトカゲに対する海外の反応を見てみよう。日本のトカゲはとてもユニークで美しい。特に日本トカゲの鮮やかな色合いが素晴らしい。日本のトカゲは小型で可愛らしい。特に子供たちに人気があるのも納得できる。トカゲといえば大きい種類しか知らなかったが、日本のトカゲは他の国のトカゲと比べて小型なんだね。あれぐらいがちょうどいいよ。小型である点が言及されてるのね。そうだな。特に日本トカゲのように見た目がいいトカゲは、海外の爬虫類愛好家たちもペットにちょうどいいという声が上がってるぜ。このように、日本のトカゲは海外からの人気も高く、結構注目されているのがよくわかるな。そのようね。今まであんまり興味なかったけど、これを機にちょっと調べてみるのも悪くないかもね。2体目は、サワガニだ。サワガニは日本各地の川や渓流に生息する淡水ガニだ。全体的に小さめで甲羅の幅は3から5センチほど。山間部や綺麗な川に多く見られることが多く、昼間は岩の下や水草の陰に隠れていて、夜に活発に動き出すんだ。食性も雑食で、昆虫や小さな魚、さらには植物の葉っぱなども食べるんだぜ。サワガニなら知ってるわ。川とかでたまに見かけるのよね。ちっちゃくて可愛いし、何よりちゃんと火を通せば丸ごと食べられるから私は好きよ。月の理由が絶対校舎なんだよな。そんなサワガニは、日本の各地域に微妙に違う形や色をしているのも特徴だ。例えば青っぽい色をした個体や赤みが強いものなど、場所によって違うのが面白いぜ。このような特徴を持っているサワガニは、実のところ日本固有の淡水カニなんだ。そうなの？でも海外にもカニは結構いるけど、サワガニと何が違うの？サワガニは一生を淡水で過ごすという珍しい種なんだ。普通、カニは海と川を行き来する種類が多いけど、サワガニは最初から最後まで川で生活する。また、カニといえば突起が多かったり毛が生えているのがほとんどだが、サワガニにはどちらもなく、むしろ滑らかだし、サイズに至ってはかなり差が出ている。そういえば、食べるときはもう少し大きければいいなと思ったことはあるけど、突起とかを気にしたことなかったわね。この斬新な気づき方よ。にしても、なんでサワガニは小さいままなんだろうね。それは生息環境や海と川での栄養資源の差などが影響していると言われている。また、川の場合は遮蔽物が多いので小型の方が有利だからというのもあるだろうな。なるほど。環境に適応した結果ってわけなのね。
そういうことだ。ではここで、サワガニに対する海外の反応を見てみよう。日本では生きたサワガニを売ってるようだ。寂しい時にはペットにして、お腹が空いた時にはおやつにどうぞ、というわけだね。ははは。場所によって色が変わるって面白い特徴をしてるよね。一生川から出ないって、まるで地元から出たことがない俺の親父みたいなカニだな。反応に困る反応やめてくれないかな。まあそんな人も結構いるだろうから。ともかく、このように日本のサワガニはその独特な生態や見た目から、海外でも話題になっているんだ。また、サワガニは日本の清流のシンボルとも言われていて、その環境保護の大切さにも海外の研究者たちは注目しているぞ。こうして見ると、今まで食用としか見てなかったサワガニって結構すごいカニだったのね。今後はもうちょっと大切に食べることにするわ。結局食うんかい。3体目は、青大将だ。青大将は日本に広く分布する無毒のヘビだ。体長は 1.5 メートルから2メートルを超えることもあるなど、日本のヘビでは最長を誇る。日本だから小型なのかと思ったら結構でかいのね。見た目から青い大将と呼ばれるが、実際はくすんだ緑色やオリーブ色をしており、濃い褐色をした縦縞が入っているなど必ずしも青いわけじゃない。また特殊な色合いをしているものもいて、山口県岩国市では白化型の青大将が岩国の白蛇として信仰の対象となり、国の天然記念物に指定されている。また、北海道には青みが強い個体が多く、エゾブルーと呼ばれることもあるそうだ。同じ個体でも地域差があるって面白いよね。生息域は森林や農地、水辺などが主だが、一部地域では人家の近くや、倉庫などでも見られる。これは、腹板の両端に他のヘビよりも発達した測量、キールがあるため、木や壁を垂直に登ることができるなど、他のヘビより生活圏が広いためと言われている。じゃあ、たまに民家の壁とかに張り付いてるヘビを見かけたって話を聞くけど、あれは青大将ってことなのかな？その可能性が高いな。なので一見脅威に思えるが、性格はおとなしめで、無毒だから人に危害を加えることはほぼない。むしろネズミなどを退治してくれるから、昔から田んぼや農村では、疫獣、として大事にされてきたんだ。人に無害で害獣駆除してくれるとかありがたすぎでしょ。一方で、飼っている鳥や卵や小動物を食べてしまうこともあるので、そうしたペットを飼ってる人たちからは敬遠されている。一長一短にも程がある。そんな青大将は、実のところ日本で独自に進化したヘビなんだ。先ほども説明した通り、青大将は日本全国どこにでも生息しているヘビだ。つまり、それだけ様々な場所に適応できるってことになる。これは日本が南北に長く、また多様な地形をしているほか、四季もあることから、その環境に適応するために独自の生態を発展させてきたからと言われている。日本のように四季がある国や地域は結構少ないもんね。そう考えたら青大将が日本にしかいないしってのも納得だわ。ではここで、青大将に対する海外の反応を見てみよう。日本の青大将はとても穏やかで、人間に対して攻撃的ではないと聞いた。蛇まで日本の国民性を持ち合わせているんだな。青大将はとても美しい蛇だ。特にその緑色の体色が魅力的かな。青大将は最も美しい蛇の一つだと思う。近くで見るといろんな色がレイヤーになっているのがわかる。青大将の見た目を称賛する声が結構多いね。あとはおとなしい点も指摘されていて、ヘビ愛好家からは、こんなに大きいのにおとなしいならペットにしてみたい、という声も多い。また、青大将が持つ地域性や生態系で果たす役割にも注目が集まっている。海外の自然保護団体も日本の環境に欠かせない存在だ、と評価しているぞ。このように、青大将はヘビの中でも特に人間との共生を果たせている種だ。だからこそ、人間側も適切な距離感を保つことが大事だと思うぜ。そうね。ヘビだからってむやみやたらに刺激せず、そっとしておくのも大事よね。4体目は、ムササビだ。ムササビは日本の森に生息するリスの仲間で、体長は30から40センチで、長い尾を持っている。最大の特徴は大きな翼のような膜で、ムササビといえばこれを使って木から木へ滑空する姿が印象的で、その様から空飛ぶリス、とも呼ばれている。ムササビといったらその姿を想像する人は結構多いよね。ちなみに滑空距離は最大120メートルと結構遠くまで移動でき、その時の速度は60キロ近くと言われているな。結構速いわね。この滑空移動は基本的に木から木へ移動する際に使われるので、必然的にムササビの住処は高い木の上などが多い。そうなんだ。でも高い木の上に住んでるなら、地上まで餌とか取りに行くの大変そうね。いや、ムササビは基本的に木の上から降りることなく生活する。そのため、食べ物も木の実や葉っぱ、昆虫などが主なんだ。ずっと木の上に住むなんて珍しい動物ね。でもさ、いくら木の上に住んでるとはいえ、なかなか見かけなくない？
ムササビは夜行性で、昼間は木の穴や巣に隠れているからな。代わりに夜になると活発に動き出すから、夜ならワンチャン姿を拝めるかもな。さて、そんなムササビは実のところ日本の固有種なんだ。主に本州、四国、九州の山地の森に生息していて、生息地によって日光ムササビ、和歌山ムササビ、九州ムササビといったムササビがいるぞ。しかも、日本ムササビは日本の森に欠かせない存在なんだ。森の木々の間を滑空して移動することで、種を運んだり、森の生態系を支えているとされている。かなり重要な存在なのね。にしても、ムササビが日本にしかいないってのが意外ね。海外にもいそうなものだけど、ムササビは日本にしかいないが、同じ特性を持つ動物はいる。例えばインドネシアなどに生息するフクロウモモンガ、や東南アジアなどに生息するヒヨケザル、だ。これらも、構造に若干の違いはあるもののムササビと同じような生態をしているんだ。そうなんだ。にしても、生息域が全然違うのに似たような特性をしてるってのも面白いね。確かにな。ではここで、ムササビに対する海外の反応を見てみよう。ムササビの滑空する姿は本当に美しい。夜の森で見られるなんて素晴らしい体験だよ。あの小ささでものすごい速度で滑空するというから、見た目では判断できない野生動物の力強さを感じさせられる。前にムササビの保護活動についての記事を読んで感動したことがある。彼らの生息地を守ることが大切だと教えられたね。ムササビの滑空する様に対するコメントが多い感じね。ムササビはその可愛らしさとユニークな滑空能力で、海外でも話題になっているからな。このように人気の高いムササビだが、日本では土地開発などの影響による環境の変化で、局所的に個体数が減少している地域もあると言われている。その影響はまだ出てないが、将来的に絶滅危惧種につながりかねないので、環境保護に動いている場所もあるそうだ。そんなわけだから、霊夢も珍しいからって取って食ったりするんじゃないぞ。あんた私をなんだと思ってるのさ。5体目は、猿だ。猿は知能が高く、社会性のある動物だ。群れを作って生活していて、リーダーを中心に厳しいヒエラルキーもある。中高生なため基本的に昼間に活動することがほとんどだ。また木登りが得意な種が多く、樹上での生活することが多いとされている。確かに猿の特徴ってそんな感じよね。でもさ、猿なんて世界中にいるんじゃない？確かに猿は世界中にいる。しかしその中には日本にしかいない固有種がいる。それが、ニホンザル、だ。ニホンザルは本州、四国、九州及び周辺の島嶼に分布しており、人以外では世界で最も北に生息する霊長類とされている。体長はだいたい50センチから60センチほどで、体は全体的に灰色や茶色の毛で覆われていて、顔や尻は赤いのが特徴だ。日本人がイメージする猿といったらこれって感じの見た目なのよね。そうだ。そんなニホンザルだが、海外の猿と違う点がいくつもある。例えば、季節によって食べるものを変えたり、寒さをしのぐために体毛を厚くするなど、日本の四季に適応した生活を送っている点だ。一方、海外の猿は熱帯など暖かい地域に住んでいることがほとんどなので、こういった特徴はない。また、ニホンザルは冬に温泉に浸かることで体を温めている光景が有名だが、これもニホンザルならではの特徴と言われている。確かに、海外の猿が温泉に浸かってるって話は聞かないわね。こうしてみると、いかにニホンザルが日本ならではの存在かがわかるわ。ではここで、ニホンザルに対する海外の反応を見てみよう。ニホンザルたちが瞑想しながら湯に浸かる姿が、まるで悟りを開こうとしている層にも見える。ニホンザルが温泉に入っている姿は本当に癒される。彼らがリラックスしている様子を見るのが大好きだ。日本の猿がサツマイモを海水で洗うことを覚えたなんて驚きです。彼らの知能の高さに感心しました。やっぱり温泉に浸かってる姿が人気みたいね。温泉に浸かるニホンザルたちは、海外ではスノーモンキーの呼び名で知られており、SNS や海外のメディアでも取り上げられているな。また最後の人のコメントにある通り、地域によってこれまでにない行動をするニホンザルの姿も目撃されており、その知能の高さも注目されている。このように、ニホンザルは海外でも人気の固有種なのだが、国際自然保護連合のレッドリストでは定期犬種に分類されている種でもある。実際、近年では地域によってその個体数が減少していると言われているし、茨城県に至っては絶滅したとのことだ。絶滅してたの？そのため、地域によって天然記念物として保護活動や管理が行われている場所も多い。反面、猿による被害も懸念されている地域もあるので、保護特需の塩梅が難しいところではあるな。6体目は、リスだ。リスは森や公園などで見かける小型の哺乳類で世界中に広く分布している。体長は20から30センチほどで、ふさふさの尻尾と木の上を器用に移動する姿が印象的だな。そうね。あとは前歯を使って、
木の実や獅子をかじってる姿も可愛らしいよね。でも、今聞いた感じだと日本にしかいないって感じはしないけど？確かにリスは世界中にいるが、エゾリス、や、ニホンリス、のように、日本固有のリスもいくつか存在している。エゾリスは名前の通りエゾ、つまり北海道に生息していて、ニホンリスは本州、四国、九州に分布しているぜ。ニホンリスは、日本固有の種であり、四季に合わせて食べ物を変えたり、冬にはふさふさの尻尾で体を包むなど、その地域ごとに適応した生態を持っている。エゾリスはさらに大きく、灰色がかかった毛並みが特徴だ。北海道の厳しい寒さにも耐える強さがあって、雪の中でも活発に活動しているんだぜ。どちらも四季によって行動が変化する点は日本ならではって感じね。海外のリスにはこういった特徴はないから、まさに日本ならではってのは間違いないな。それ以外にも、リスは冬に備えて食べ物を地面に埋めて隠す習性もあるが、そのまま忘れてしまうこともあるという、ちょっとドジな面もあるぞ。まるで借りたものを放りっぱなしにして忘れるマリサみたいね。可愛らしいだろ。全然可愛くないわ。まあそのおかげで木の種が広がり、リスが森を作る、なんて言われるほど森の再生にも貢献しているというし、忘れたままなのも悪くないってことだな。いやあんたのは何にも貢献してないんだけどね。おっと、これ以上攻撃される前に、日本のリスに対する海外の反応を見ていくとするぜ。日本のリスが回し車で走る動画を見たことがあるが、とてもユニークで面白かったよ。日本リスの可愛らしい姿に癒されました。特にその大きな目が魅力的です。エゾリスの冬毛がとても美しくて、雪の中での姿が特に印象的だった。やっぱり可愛らしい姿が印象的って声が多いね。特に日本リスの丸くなって冬を越す姿は、まるでぬいぐるみのようだ、と大絶賛されるほどだったぞ。そんなリスと触れ合える場所が、日本の各地にあるそうなので、もし興味が湧いたなら、そこへ赴いて直接リスと触れ合うってのも悪くないと思うぜ。へえ、そんな素敵な場所があるなんて知らなかったわ。これはちょっと行ってみる価値はありそうね。それはそれとして、前に貸した本はちゃんと返してよね。忘れてなかったか。リスのように忘れたままでいて欲しかったぜ。これで最後だ。7体目は、三毛猫だ。三毛猫は、白、黒、茶色の3色の毛が混じった日本猫で、白、茶色、焦げ茶のものを、キジ三毛。虎猫との混合のものを、シマ三毛、と分けて呼ぶことがある。体つきや性格は普通の猫と変わらないが、その特徴的な毛色こそ三毛猫の魅力的と言っていい。日本にはいろんな猫がいるけど、やっぱり三毛猫はそこが魅力的なのよね。そんな三毛猫は、日本では古くから幸運を呼ぶ猫、として知られており、三毛猫が船乗りに特に愛されてきた歴史があるんだ。ネズミを捕まえる役割だけじゃなくて、三毛猫が災いを避けてくれると信じられていた。だから、三毛猫は特別な存在として大事にされてきたんだ。特に、日本の伝統、として三毛猫が大切にされていて、日本の神社でも三毛猫を祀ったり、招き猫のモデルにも三毛柄が使われることがあるぜ。そう言われてみれば、招き猫って三毛猫ね。あんまり意識して見てなかったから気づかなかったわ。短すぎて気づかないってのはよくあることだよな。さて、三毛猫のもう一つの特徴として、性別がほぼメスという点もある。これは、三毛猫の毛色を決定する遺伝子が X 染色体に関連しており、オスは XY 染色体を持つため、3色の毛色を持つことが難しいからなんだ。そのためオスの三毛猫は非常に珍しくて、見つけると幸運を招く、と言われている。ここでも幸運が関係してるのね。でも、そんなにオスの三毛猫って生まれないものなの？一般的にオスの三毛猫の出生率は3万分の1とされているな。激レアじゃねえの。見つけたら幸運だって言われる理由がよくわかるな。ではここで、三毛猫に対する海外の反応を見てみよう。三毛猫は、夏目龍神町のにゃんこ先生で知った。あんなに可愛らしい猫なら飼ってみたいよ。日本には、玉駅長、という猫の駅長がいるらしいね。そんな駅があるなら毎日でも通っちゃいそうだ。日本ですごく愛されてると聞くが、あれだけ可愛いならみんな大好きになるに決まってるじゃないか。めっちゃ愛されてるわね。三毛猫は、海外では、キャリコ、や、トーティ&ホワイト、など様々な呼び名はあるものの、かなり珍しい存在らしいからそれも関係してるだろうな。特に三毛猫のオスは海外でも話題になっており、海外の動物愛好家たちの間では、幻の猫、とまで言われてる。また、日本で幸運の象徴と扱われてることから、海外でも同じような扱いを受けているとのことだ。可愛いだけじゃなくて幸運まで運んでくれると思われてるんだから、人気にならないわけがないよね。そうだな。三毛猫は日本の象徴的な猫だから、その魅力が世界に認知されるってのはいいことだぜ。まあ、三毛猫に限らず全ての猫は等しく可愛くて尊いんだけどな。それはそう。というわけで今回は以上だぜ。
最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。だぜ。